コロンバスと結合した太陽観測装置太陽観測装置は国際宇宙ステーションを構成するコロンバスの一部であるヨーロッパ宇宙機関の観測装置である太陽観測装置を含むコロンバスモジュールは2008年2月に STS-122 で打ち上げられた太陽観測装置は欧州技術曝露実験装置とともにコロンバスの外壁に取り付けられているその他 宇宙用原子時計アンサンブル等の機器も将来的にコロンバスの外壁に取り付けることを計画中である。太陽観測装置はソビムソルスペック、ソルエーセズの観測機器3機で構成されている。これらは強調して太陽の放射照度を測定する。ISS に取り付けられた後は約1.5年間継続して観測を行う計画であった。 SOLAR は2011年現在も ISS 上で運用されている。計画では当初2003年の打ち上げが目指されていたが、コロンビア号空中分解事故を受けて延期された。太陽観測装置はベルギーのユックルにあるベルジャンインスティチュートフォースペースエローナミーのベルジャンユーザーサポートオペレーションズセンターで運用されている。ありがとうございます。